だ。あ、すみません。本日のカメラマン、勝美です。よろしくお願いします。もう撮ってますよ。はい。どうぞ、お願いします。はい。はい。はい。どうも、タクです。今日は、京都で、プレペイントの動画です。出た。まあ、見てもらったら分かるように、京都は桜もいい感じに咲いてきて、天気もめちゃくちゃ良くて。ですね、カラスもいっぱい飛んでますよ。死体でも歩くぐらいカラス飛んでる。風がね、風が今日強い、強い。今日はちょっと書きにくい部分もあるかもしれない。はいはい、お題だ、そうですね、はい、私、参加してきました。はい、じゃあ、可愛らしい、可愛らしい、はい、来てくれてるんで、はい、まあ、早速なんですけど、はい、紹介したいと思います。はい、紹介してみましょう。はい、どうぞ。あれ、あれ、頑張ろうですよね。いや、こないだの何だって、こ、え、何だ、前回説明して、はい、説明したら、2年前に、この場所で、はい、場所で、はい、体験とかとか、はいはいはい、たまたま見てくれてた、はい、のがダグラス、偶然にね、はいはいはい、2年経ちました。2年後に前でカッチャーカさん、はい、ここで撮りました、撮りました。その時にまさかのダグラスが、はい、そうですね、そこにあれと来て覚えていますかみたいな。はい。そう、はい。で、わーってめっちゃテンション上がって、はいはい、また会いたいですね、See you って言ったその1週間後にまた来てもらうから。そうですね。ダグラスも監視してる。俺ダグラスイルミナティ説。ダグラスイルミナティかも。おいおい、紹介紹介や、紹介が待ってるから。またダグラス、また、See you next week。 See you next week。 See you See you See you。 いや、言うて終わったかい、終わったかい、違うやないかい。どれだけ言ってたの、何も書いてない、何も書いてない。もうちゃんと紹介、ちゃんと紹介して、紹介してもらいました。どうも。にゃんです、よろしくお願いします。もともとは友人関係であって、彼女もすごくアーティスティックな一面というか、もう2面というか3面というか B 面というか、ダグラー、ダグラー、おかしいな、おかしいな。興味あるというか、ということで来てくれたんで、早速なんですけど、書いてもらっていいですか。はい、お願いします。レッツゴー。ダグラー、ダグラー、そうじゃないかい。回してるんですけど、もうちょっと風きついからやばいかもしれないですね。いや、この間も、はい、もう映画飛んでいきそうなぐらいの、はいはいはい、もう今日これ手を取ること、いや、バーン行くんすよ、今ぐらいの、うん、そうですね、ほんまにやばい。いや、ほんまでもなんか前のね、人とかだったら、ちょっと待って、ちょっと待って、後ろ。いや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 、すごいすごい、これやらせじゃないよ、すごい、怖っ、怖い怖い、すごい。これね、こう書いてもらったんですけど、はいはい、ドドンと、こういう感じですね、こういう感じですよ。楽しかったです、楽しかった、楽しかった。レクチャーをしていただいて、その結果どういう風に変わっていくのか、元経験者であってもね、今言いたかったのは、はい、それよ、完璧や、完璧や。
ということで2枚目描いてもらったんですけど、はいはい、1枚目にキャンちゃんが描いてくれた絵が、はい、まあ、こちらですね。どうぞどうぞね、はいはい、この、まあ、何も説明せずに、うん、まあ、じゃあ描いてみてくださいって言って、描いてもらった1枚目の絵がこちらになります、うん、はい、まあ、そのキャンちゃんにこういう絵が描きたいっていうのを踏まえてキャンちゃんが描いてくれた絵がこちらになります。そう、えぐ、これね、なんじゃこれ、これはもうすごいわ。これはどうですか、ないんで、ヤマもすごい上手に描けてると思うけど、すごいヤマの生徒もうほんまにグラデーションから何から、どうですか、ギャン、ギャンとしては、本人としてはいかがでしょう。本人としてはで、本人たちここまで変わると思ってなかった。思ってなかったです、ね、うん、こんなに変わるとは思ってなかったです。もう風がシュ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 。例えばなんか絵心がないとか、俺は下手なんやっていう人とかも中にはいると思うけど、きちんとした手順とか方法を踏んだら上手に描けるっていうやり方はあるので、興味ある人がいたらね、意外と伝えてとかこれからもやっていきたいと思うので、その時はもうマネージャーの方ちゃうからね、よく勤めていただければ、はい、いいと思います。そうですね、めちゃめちゃ楽しかったです。この辺がスプレーアートの醍醐味かなっていう。スプレーアートじゃない、うん、スプレーペイントアートです。スプレーペイントアートだ、はい、そうだ、これはスプレーペイントアートだ。まあ、そういうことですね。そうです、まあ、次あの僕にしようと思ってるのはダグラス。やめとけ、絶対すんなよ。絶対止めるわそれ。じゃあ今日はこんな感じでしまいましょうか。最後までください。今日はこんな感じでいきますよ。せーの。